マシュー・ハーバート、マシュー・ハーバート、ドクター・ロキット、ラディオ・ボーイ、本名のマシュー・ハーバートなど様々な名義を使い分けている。その作風はミュージック・コンクレートに大きな影響を受けている。アルバムアラウンド・ザ・ハウスでは洗濯機やトースター、歯ブラシといった日常音を採集し、独自のディープハウスを展開した。また政治色の強いラジオ・ボーイではグローバリズムに抗議して、 マクドナルドやギャップの商品を破壊した音をサンプリングし、即興的にビートを構築するといったパフォーマンスを行う。2000年には、パーソナルコントラクトフォーザ・コンポジション・オブ・ミュージックをマニフェストとして掲げ、サンプルの評説行為が横行する今日の音楽制作の状況を批判した。2005年には、明星のメジャーデビューアルバム、明星にて、楽曲、ザ・オーディエンスがカバーされた。 2006年2月、ネットワーク上の国家カントリー X を立ち上げる。ありがとうございます。